草丈 10cm 程度のレブンヒメエゾスカシユリはユリカユリ属の植物。スカシユリの近縁種であり、スカシユリア属の一つとして分類されることもある。北海道、カラフト、シベリア、中国北東部などに分布する種像で、夏季は6月中旬7月頃。草丈は20から 90cm 程度で、花色は主に大色。 花弁は6枚ほどで構成され、濃大大色の斑点が内側にある。また、花弁の根元部分は細くなっており、隙間があり、このことが和名にあるスカシの由来である。道東、道北では、原生花園に限らず、各地で見ることができる。別海町の月半島では、7月には、エゾスカシユリの花畑で単調の群れがたわむれ、その姿を求めて、カメラマンが多く訪れる。 北海道のシャリ軍小清水町とフルー軍パク村がエゾスカシユリを町村の花に制定している。アイヌ料理では林渓を調理して食する。秋に林渓を掘り出し、食べられない芯の部分を除いてから林恵をほぐし、洗ってから米と混ぜて炊くという調理方法が取られる。この林渓を北海道西部のアイヌ語方言ではマサルルンペ、北海道東部の方言ではイマキパラ、または イマキパラップ、カラフトの方言では、エノンカイと呼ぶ。車ユリの臨形も、同様に調理して食される。2004年発行のふるさと切って、北海道遺産2では、エゾスカシユリが大きく描かれている。シリマシホ、分類アイヌ語辞典 http コロンスラッシュ、スラッシュ www.post.japanpost.jp スラッシュ kite。 はがき、スタンプ、ふるさと、2004?H16205FHTML。ありがとうございます。